日本食品加工株式会社は、東京都千代田区に本社を置く、日本の食品メーカー。事業の中核は、食品用でんぷん及び工業用でんぷんや、異性化液糖等の製造などである。コーンスターチ製造企業としては、日本コーンスターチ、加藤化学とともに、国内大手3社のうちの一つで、その中で唯一の上場会社である。三菱商事系列であり、従前より筆頭株主として 30.63% の出資を受けていたが、2007年6月に株式公開買い付けにより三菱商事が親会社となる。主な取引先は三菱商事、キリンビール、日本コカ・コーラ。公式の略称は日食であり、日食コーンスターチなど製品名にもそれが付加されている。新聞記事等では日食品、日食加工などと略されることがある。会社名の加工と語記されることがしばしばある。英字略称は日本食品加工から NSK。イメージキャラクターとしてコーンボーイがある。トウモロコシをモチーフにデザインされ、原案は元社員によるものである。30年以上にわたり、ノベルティのシールや販促用のカレンダーなどに登場。粉体製品を充填する一部の紙袋や製品を輸送するトラックの過失などにも描かれている。液体製品を充填する缶やタンクローリーには描かれていない。創業の地で最初の工場である半田工場があった愛知県半田市榎下町8番地にはレンガ作りの倉庫が今も残されている。これは明治期に妻木頼中の設計によって株とビールのビール工場として建てられたもので、日本近代建築史において貴重な現存建造物である。第二次世界大戦中の1944年から中島飛行機製作所の半田製作所医療倉庫として使用された。戦後、日本食品加工がコーンスターチ製造工場の一部として1950年3月より使用した。1994年に半田工場の操業を停止し、工場の製品製造設備部分を取り壊して、更地化した上で、主として製品保管倉庫として利用していた倉庫部分及び土地を1996年に半田市へ譲渡した。この赤レンガ倉庫は耐震補強工事などの改修を経て、2015年から半田赤レンガ建物として常時一般公開されている。経済産業省により、伝統食品の近代化や新たな食文化の創造に挑んだ中部、近畿の食品製造業の歩みを物語る、近代化産業遺産群として認定された、近代化産業遺産のうちの一つである。1996年2月までの東京本社は、新国際ビルジング8階。1996年以降2010年までの東京本社は、サウスゲート、新宿ビル3階。内は在任期間。ありがとうございます。